これからご紹介するのは引き上げ救助という救助法です。助けが必要な要救助者がいます。これを塔の上まで引き上げ救助隊員も脱出するという訓練です。要救助者が倒れているところは空気が悪い可能性があるので救助隊員は空気呼吸器を着装します。そして塔の下まで降ります。これを降下と言います。降下の技術向上のため壁につけられた赤色の部分以外は足をついてはいけないルールとなっています。それではお願いします。今からこの途中機とロープで降下するから見といてよ。要救助者のところに駆けつけます。要救助者を発見したことを塔の上にいる隊員にロープによる信号で知らせてから搬送します。どうぞ。この壁の高さは3メートルあります。僕は180センチの身長ですが、一人では乗り越えることはできません。二人で協力して乗り越えます。このはしごは全部で20段あります。高さは上まで7メートル。このはしごを1段ずつしっかり登っていきます。これが2段ずつ登っていくと高すぎて登れません。これを1段ずつ速いスピードで登ります。じゃあ今からめちゃくちゃ速いスピードで登るからしっかり見ててや。建物と建物の間は8メートルあります。ロープの渡り方は命綱にあるこのロープと先端についてあるカラビナ、これをまずロープにかけます。命綱よし。そしてロープに取り組み乗り、手で引っ張り渡ります。見といてや。
7メートルの高さからこのロープを使って降りていきます。首がらめ効果という方法で体にロープを巻きつけて降りていくよ。みんなは危険だから真似したらダメだよ。それじゃあ今から行くから見とってな。よし、ここからです、ここから。それでは次に沿道の説明をします。沿道というのは中が煙で充満した道のことを言います。全部で長さは26メートル。煙の中を進むというだけあってマスクをつけて、そしてボンベという空気が吸えるものを背負って沿道の中を走ります。ちなみに消防士さんたちは煙には慣れているのですが、これがないと沿道の中は走れません。しかもこれをつけた方が沿道の中を速く走れます。それでは行ってみましょう。